皆さんこんにちは、高田チャンネルです。今日はこちらデザインワークス銀座店さんにお邪魔しております。今日はこれ実はデザインワークスさんの、インスタグラムですかね、IGTV とそれからデザインワークスさんのホームページの方で流す動画を撮影しているんですけど、なんとこう最初だけ変えて高田チャンネルで使わせていただけるということで、ちょっとズルしてるんですが、見ていただければと思います。なので今日は笹岡さん、それからデザインワークスのバイヤーの宮崎さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮崎さん、すみません、自己紹介をお願いします。はい、よろしいですか。デザインワークスメンズの、バイイングと一応、ディレクションもしております、はい、宮崎と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でこれはデザインワークスさんの撮影なので基本的な MC は宮崎さんで進めておりますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。今回、2人をお招きさせていただいて、インスタグラム上で、発信させていただく内容としては、今回デザインワークスで、バンドリーさんと、デザインワークスのコラボレーションの、発売を記念いたしまして、商品説明をさせていただきます。二方ご用意させていただいてまして、僕も非常にやる経緯として、やっぱりニットをもうちょっと大人の方に、遊び感覚で楽しんでもらおうっていうことを考えたんですが、なかなかちょっといいブランドと巡り合いがなかったんですけども、まあ、先ほど笹岡さんからのご説明があった通り、高田さんが着ていたニットがとても印象的で、これどこのブランドかなっていうことを探していくと、やっぱしバンドリーさんに行き当たりまして、まあ、そこのモデルを中心にいろいろ笹岡さんと、お話しさせていただいて、今回の、二方のモデルが完成した経緯ですよね。そうですね。でまずご説明すると、こちらですかね、カウガールというモデルですかね。この全身が高田さんもお召しいただいたような作りのタイプですよね。そうです。去年高田さんが本当にプライベートで、はい、ビームスさんとの、ご紹介を高田さんがこう、まあ最後の仕事としてうちにこうお話を持ってきていただいたベースの商品で、プライベートでも高田さんがこう買っていただいた商品を、うんまあ、高田さんがいろいろ YouTube とか、はい、紹介してくださったことがきっかけで、まあ、その作りと同じ仕様で、はいはい、まあ、今回そのデザインワークさん、宮崎さんの方からお話しいただいて、まあ、デザインワークさん の、うん、テイスト、ちょっとこうエッジの効いた、スタイルを、まあ、この商品に落とし込むにあたって、うん、ちょっとこう、まあ、モノトーンでロックなイメージ で、はい、柄としては1950年代のこれアーカイブから、うん、拾ってきたものなんですけど、それを、まあ、去年と同じような手法で、はいはい、まあ、プログラミングとジャガードなんですけど、うん、非常にやっぱりその繊細な柄で、うん、はい、シミュレーションで撮った、なかなかこうありそうでない、そうですね、はい、アイテムですね。うん、色がこの白と今黒のやっぱり2色展開で、モノトーンっていうのはこちらからリクエストさせていただいたものなんですが、まあ非常に内っぽいというか、なかなかうちではこういったものをやらないんですけど、まあ今年っぽくお召しいただけるかなっていう形で、非常にかっこいい仕上がりになっていると思います。あとはこのモデル と、もう一方、これは今高田さんもお召しいただいているような手法のタイプですね。まあ、これもやはりそのデザインワークさんのイメージで、ちょっとこうフォントもゴシックでちょっとガチッとこう作って、まあメッセージとしては今のこの時代、下ばっかり向いてないでもう上向いて、このまあ世の中乗り切ろうよってい う、 こうメッセージを含めて、でこの字体というか、ちょっとこう右上がりの気分をとにかく上げようよっていう、頭を上げて下向かないで前進もうっていう、そういうメッセージを込めた、まあ、レタードですね。はい、これレタードもそうですけど、やっぱこの質感がすごく全然、はい、ね、普通のあれとは違うので、そうですね、まあ、俗にこういうのって T シャツですとか、はい、
スウェットにプリントっていう概念がやっぱりあるんですけど、皆さんこれ高田さんが今日お召しのものもそうなんですけど、え、実際これニットなのっていうふうに皆さんこうおっしゃっていただけるんですけど、まあ、ニットだからではのなんか大人っぽさとか、まあ、ある意味こうなんて言うんだろう、品の良さ、あの大人の人が本当にモノトーンで決めても、あの本当に子供っぽくならないし、まあ、あのエイジレスに着れるこうレタードの、まあ、形はもう T シャツなんですけど、仕様はあくまでもニットっていう、今日高田さんもお召しいただいてるのもそうですけど、やっぱあのジャケットスタイルのインナーにこういったちょっと外しっぽく着られるっていいですよね。そうですね、なんかいわゆるプリントを本当にプリントしてあると、ちょっとそのジャケットスタイルに対してあのミスマッチになりすぎちゃうんですけど、こういうニットにジャカードで文字が入っているとすごく大人っぽく見えますし、やっぱりその凹凸感があの独特で、ジャケットのそのとジャケットとの相性がすごくよく見えますね。そう、今ちょっとこの状況下で割と皆さんニットをインナーに使ってるのが多いと思うんですけど、まあこのぐらいまでいけてもなんかいいかなっていうのはありますよね、時代感的にも。ちょっとこう外して着られるっていうのはすごくいいなと思ってます。これも白と黒のご用意ですね。黒だとだいぶ印象変わりますけど、まあ、今日の宮崎さんの、こうテーラードのジャケットなんかでもいいですし、まあ、気分的にはこう、ね、レザーのライダースとか、そういうレザーのブルゾンなんかにもすごくこう、まあ、ハードすぎず、あのやはり大人っぽく表現できるのかなっていう、そうですね。ちょっとじゃあここでこのモデルを使ったコーディネートと、二方、コーディネート提案をさせていただこうと思います。まず最初にこちらのカウガールですね、の白で、これリブの部分、ネックの部分がネイビーになっていて、ちょっとこうモノトーン調に見えるタイプなんですけど、あの元々のこのモチーフ、50年代のヴィンテージに着想を得ているこのバイカーモチーフなんで、まあ、少しロックな雰囲気があるんですが、これをニットで再現することによって、なんかそのハードさっていうのはすごく和らいでいるっていうのが特徴だったんで、まあ、あえてこうライダースを合わせたりとか、少しハードなスタイルに してるんですけど、素材使いが、すごくモダンになっているんで、そのハードさっていうのがこうなくなっているというコーディネートです。これがミラノオリーブですかね、のライダースジャケットで、オリーブグリーンっていうのが、まあ、ライダースなんですけども、そんなにこうライダースのハードなイメージがないっていうところと、それからパンツも、このリブの色に合わせたネイビーのパンツなんですが、フォレリオのイージーパンツです。ウエストにこのドローコードが入ってるっていう、すごくリラックスしたタイプの雰囲気のパンツです。でシューズはスペル側なんですけど、キャンバスじゃなくて、これもあえてレザーを合わせるっていうところで、全体的にこうライダースとかそのバイカー系のアイテムを合わせてるんですけど、ニットの素材使いだったりとか、足元のレザー使いっていうので、すごく上品な大人のスタイルとしてまとめてみました、なのであんまりこうハードなイメージを持たれずに、こういう風にさらっと着ていただくとアクセントになってすごくいいのかなという風に思っております。はい、続きまして、別注二方とは別で、バンドリさんのインラインの方で展開している、今回ボーダーも、デザインワークスで取り扱うことになりましたので、ご紹介させていただきます。こちらのボーダーですね、はい、非常にクリーンなボーダーですけど、かなり使い勝手のいい感じですね。そうですね、これ私もちょうど今日着てるんですけど、まあ、実はこれ去年から展開して、高田さんにも一度紹介してもらって、すごいヘビロテしていただいてるアイテムなんですけどめちゃめちゃ肌触りがいいんですよね、そうですね、ありがとうございます。で、あの僕自身もこれ実はもう去年のもので、相当こう洗い込んでるんですよ、もう本当にこの素材だけは、あの私どももあのお店の中で、あの本当に洗濯機で丸洗いできますよって自信持って言ってるニットなんですけど、まああの本当にこうコットンのニットの糸の中では世界で一番細い、あのイタリアの、あの紡績のものなんですけど、まあよくこう数字で良さを説明するあのブランドさんとか皆さんいらっしゃるんですけど、数字だけで言ったらこれ380番装置っていう、もう超ミクロの、あの糸の太さの糸を、
実は4本その380番装置っていう糸を4本の糸でタコ糸とか、うんうん、ヨットにでよく使 う, こうロープをイメージしていただくと分かるんですけど、はいはいはい、4本の糸でこう寄ってコード状に、うんうん、糸を作ってるので、はいはい、ナチュラルテンションがすごいんですよ、うん、縦にも横にも本当にこれストレッチ一切入ってないんですけど、はい、でこのキックバック、うんうん、これはもうこの糸の最大の特徴で、うん、まあ、某有名な解凍綿っていうコットンの中ではすごく上質な糸もあるんですけど、まあ、この紡績もその糸は作ってるんですけど、うん、まるっきりこう対極の糸ですね、うんうん、私がこの糸を選んだのはもう10年ほど前なんですけど、うん、この糸を使って製品を作ってるところはほぼ日本ではないと思います。それ、まあ、糸根自体も本当にカシミヤの糸根ぐらいする糸なんですよ、うんうんうん、ですからイタリアの方もこれびっくりします、うん、本当にコットンなのっていう、もうそれが最大の特徴なんですけど、それでこう、まあ、いわゆる18ゲージっていう、うん、日本の成形機の一番、まあ、細い編み機で、うん、ニットで生地を編んでカット&ソーっていうニットソーですね、うんうん、ニットで編み立てして、ソーイングしてる、縫製してる、うん、でこの襟の部分だけはもうニットならではのリンキングで、はい、この18ゲージのリンキングっていうのは一番こう大変なんですけど、うん、いわゆる、まあ、ニットの良さとカットソーの気軽さをこう一緒にしたような、まあ、ニット T シャツっていう、私どもずっと言ってますけど、この素材で作ってるニットです。ですから色もパキッと出て、ね、はい、クリアに、うん、ニットって結構こう聞くとなんか春夏のニットってあんまり暑いイメージがあって、うん、はい、うん、そうですね、なかなかこう敬遠される方も多いんですけど、うん、去年1年間夏の間着て気づいたことが、普通の T シャツよりもこの編み地は涼しいです。涼しいです、はい、むちゃくちゃ涼しいです、で意外とニットって風通すので、そうですね、リネンのシャツがこう涼しいのと同じように、はい、うん、T シャツの根が詰まってるコットンよりもこの編み地の方がよっぽど涼しくて、すごいびっくりしました。で家で丸洗いできるので、うん、めちゃくちゃ来ました。去年洗えるってすごいですね、うん、これで、まあ、私これもう本当に何度も洗ってるのと、ね、これ新しいものなんですけど、はい、ほぼほぼ変わんない、ね、同じですからね、うん、確かに。やっぱり黒は黒っていうのがちゃんとこう洗っても残るっていうのはなかなかやっぱりないと思いますね、うんうん、この薄さだったら全然夏場でも使えますね、はいはい、しかも長袖なので、はい、袖まくりして着たりするとやっぱ大人っぽく見えますし、うん、確かに T シャツ1枚だとちょっとなっていう方はもうこういうのめちゃくちゃいいですね。ちょっと私も今日この下に実はこの半袖の T シャツを重ね着してるんですけど同じ素材です、はい、はい、この夏場に男性が、半袖じゃなくて長袖をまくって着るってすごいかっこいいですよね、はい、かっこいいですよね。ショートパンツとか合わせていただいて、はい、で、今回このボーダーと、もう一方こちらの、ショートパンツですね、こちらは、高田さん、はい、ご詳細をご説明していただけますか。はい、実はこちらのショーツなんですけども、バンドリさんと僕がクリエイティブディレクターを務めているコロニークロージングと、うん、ナンバー M さんっていう、イージーパンツをメインに作られているブランドさんとのトリプルコラボの商品でして、それを今回このバンドリさんとデザインワークスさんのコラボのニットをきっかけに、この商品もなんとお店に置いていただけるということで、はいはい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。で正面はグルカ仕様なんですけど、後ろにはナンバー M さんならでは の,、うん、特殊なゴムの構造が入っていて、うんうん、いわゆる伸び方でいうと医薬品でしたっけ、ね、シップとかに使われるような、う、ね、もう本当にすごいいろんな方向に伸びるようなゴムを独自の技術でこう作っている特殊なゴムらしくて、うん、これがまたすごいキックバックも効いて快適 な, し、うん、なるほど、はい、ゴムなんですけど、本当に伸びきらないし耐久性もすごいですね、うん、東京で取られてるんですね。特許取られてるんで、ね、うん、はい、でそこの去年バンドリさんでやられた時に大人のグルカパンツということで、うん、ウール素材で作られたグルカパンツがすごくヒットして、
で今年はまたちょっと何か違う取り組みをということでコロニークロージングもお声掛けいただいて、このリネン素材、リネンとコットンを混ぜている素材ですかね、はい、白がリネンとコットンと、はい、あとポリエステルですね、はい、でもう一色がこのネイビー、これが黒です、ね、黒ですね、こちら、あ、これは黒ですね、はいはい、黒とあとはウールです、ね、そうですね、黒がウールで、あとはネイビーがその白と色違いであります、はい、の3色、このリネンが入ってたりとか、この黒のウールみたいに光沢感があるとすごく大人っぽいショーツに仕上がっているかなと思います、うん、はい、で今ご紹介した白黒ともう1色ネイビーの方は実際に、コーディネートたくさん組んでいただいてますので、はい、ご紹介をお願いいたします、はい、お願いします。このショーツが先ほどの白のネイビー版なんですけど、デザインワークスさんとバンドリーさんのコラボレーションで生まれているこのレタードニットですかね、うん、をトップスに持ってきています。それに対して、このグルカパンツを合わせてます。でネイビーと白の組み合わせってもう夏の鉄板だと思うんですけど、うん、やはりこのニットとさらにリネンコンの独特な光沢っていうのが入ることですごく大人のコーディネートになるのかなと思ってます。まあ、春先とか夏前だったらこの状態でいいと思うんですけど、夏場とかは袖まくってもらってコーディネートしていただけるとすごくタックインしてもいいですよね。あ、そうですね、収まりがこのグルカのディティールを見せていただいてもすごくかっこいいですし、でまたこのショーツが細すぎないっていうのがまたちょっとポイントかなと思ってまして、確かに少しこの裾幅に余裕があって、まあ、最近しばらくやっぱり細いショーツが主流だったと思うんですけど、まあ、こういうリラックスした雰囲気っていうのは、まあ、この細幅とかにも太くすることによってより強調されるんじゃないかなと思ってます、まあ、ただこの素材とこのグルカの形っていうところで大人っぽさが保ってっていうようなところですかね、うん、こんなねやっぱ子供っぽく見えないっていうのがいいですね、うん、そうですよね、もうちょっと実際は裾幅狭いショーツ多いんですけどね、はい、このぐらいあって広がっても大人っぽく履けるっていうのは多分ここら辺のグルカ仕様になってるのが特徴的なんでしょうね、はい、ね、あとやっぱり丈も結構こだわって、うん、このギリギリ膝丈ぐらい、確かに、はい、短すぎても長すぎてもまたちょっとこの裾幅だとイメージが変わっちゃうのですごくここにもこだわっています。この上からジャケット着たら本当なんかレストランにも行けますしね、うん、かっこいいですね、はいはい、私なんかどちらかというと体型に自信ないんですけど、この去年ウールの、黒のタイプを履いて分かったことが、結構お客様によっても実際は50なんだけどっていう人が逆に48履いたら結構すっきり見えたり、なんか細い人があえてこうたっぷり着たり、だから意外と本当にサイズっていうのがそのもう自分のイメージのサイズだけじゃなくて幅広く着れるっていうのを自分でも発見したんですけど、でもサイズ感でいうとトップスもそうですよ ね、 そうですね、ちょっとこうタイトに全体合わせることもできますし、トップスのサイズをアップ してちょっとよりリラックスした感じに見せることもできますし、結構本当に着こなしの幅は広いんじゃないかなと思います、うんうん、ウエストはやっぱゴム入ってるからあれですかね、やっぱしフィット感も全然違ってくるんですよ ね、 ここね、そうですね、極端な話グルカって着脱結構面倒じゃないですか、でもこれ場合によってはそのまま後ろゴムなので、そのままストーン落ちるんですよ。で、あと高田さんも去年ちょっとこう言ってくれたんですけど、後ろのこのゴムが変にこうギャダーギャダーしないからすごくこの感覚が比較的もう綺麗に収まるんですね。ナンバー M さん自体がもともとレディースのパンツもすごく、うん、はい、売れてて、はい、得意なメーカーなんでブランドなので、はい、結構そのヒップポケットのバランスとか、うん、後ろから見た時に何でしょう、そのお尻を綺麗に見せるじゃないですけど、うん、はい、そういった効果っていうのもすごくよくできてるなっていうのを感じました、うん、はい、ここまで、商品ご紹介させていただきましたけども、バンドリ×デザインワークス二方の商品はもうすでに店頭にご用意ございます、店頭にご用意、ご来店いただけない方でも、弊社の EC サイトの方で商品アップしてますのでお調べしていただければ幸いです。商品に関しましては3月予定ではあるんですけども、弊社の EC サイトの方で、商品詳細の画像等をアップしますので、気になる方あればぜひ、弊社 EC サイトの方へよろしくお願いいたします。
じゃあ続きまして高田さんからコロニクロージングの話があれば、はいはい、ありがとうございます、デザインワークスさんでこの春夏もコロニクロージングの商品を取り扱いいただいております。3月から続々と入荷してくるのと3月の中旬から下旬予定なんですが、うん、デザインワークスさんとコロニークロージングの別注商品だったりまた企画も準備していますので、お楽しみにしていただけると嬉しいです、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。